ハーシェル・ウォーカー、ハーシェル・ウォーカー、ハーシェル・ジュニア・ウォーカー、1962年3月3日帯は、ユースフル NFL で活躍した、ランニングバック、RB、リターナー。現在は総合格闘家としても活動している。アメリカ合衆国ジョージア州オーガスタ出身。ジョージア州ので幼少期を過ごしたウォーカーは、あまりスポーツには、興味がなく、 読書や詩を書くことが好きな子供だった。だが12歳の時に突如スポーツに目覚め、過酷なトレーニングをするようになった。高校入学後にはアメリカンフットボール、バスケットボールと陸上競技をやり始め、1979年には3167ヤードを獲得、チーム初にして唯一の州チャンピオンへ導く。卒業時には卒業生総大に選ばれた。 ジョージア大学に進学したウォーカーは、1980年に NCAA の1年生のラッシング記録を更新するなど、ハイズマン賞の投票では1年生ながら3位に入った。在学中に NCAA 記録を10個、サウスイースタンカンファレンス記録を15個、ジョージア州記録を30個更新し、1982年にはハイズマン賞を受賞した。 1983年、ウォーカーは、ユスフルのニュージャージー・ジェネラルズと3年総額520万ドルで契約する。しかしこの契約は、リーグのサラリーキャップである180万ドルを回避するために、選手契約ではなくチームのオーナーと個人契約を結ぶという荒業を使った。新興リーグのユスフルを盛り上げるためには、大学フットボールの花形選手であるウォーカーの加入は、 喜ばしいことであっため、異論を唱えるチームはいなかった。1983年と1985年には、ラン獲得ヤード1位を獲得。特に1985年は、プロフットボール記録の2411ヤードを走る。これは、平均5.5ヤードとなる数字である。また、ランパス獲得ヤードでは4000ヤードを超える、活躍であった。ユスフルでの3年間では、 通算5562ヤードを走った。1年目の1983年シーズンが終わった。後には大学で刑事司法の理学学士を取得している。ユスフルがうまくいっていないと判断した。ダラスカウボーイズは1985年の NFL ドラフト5巡目でウォーカーを指名する。案の定、ユスフルは1985年シーズン終了後に解散、ウォーカーは カウボーイズの一員となる。1987から1988シーズン、1988から1989シーズンには2年連続でプロボール、オールプロに選出されるなどの活躍をする。1988年にはバレエを練習に取り入れるというユニークな練習スタンスで話題となった。1989年10月12日、カウボーイズはウォーカーを ミネソタ・バイキングスにトレードし、5選手とドラフト指名権6つを獲得した。1990年のドラフトでは、カウボーイズは、この指名権で、エミット・スミスなど多くの有望な選手を獲得し、黄金期を迎えることとなり、バイキングスファンからは大きな失敗トレードと言われている。バイキングス遺跡後は、リターナーとしても、出場、1989から1990。 シーズンには、キックオフリターンタッチダウンを記録した。1992から1993シーズンからは、フィラデルフィア・イーグルスに移籍。このシーズンは、自身2度目となるセニアードラッシュを記録した。1994から1995シーズンには2度目となる、キックオフリターンタッチダウンを記録。十三歳となった翌シーズンは、ニューヨーク・ジャイアンツに移籍。この年からは、 ほぼリターナー1000人となる。1996年シーズンにはフルスカウボーイズに復帰し、翌シーズン限りで引退した。12年の NFL での選手生活で、ラッシング獲得ヤード8225ヤード、パスレシーブ獲得ヤード4859ヤード、キックオフリターン5084ヤードを記録、合計18168ヤードは、 NFL 歴代8位の記録である。タッチダウンは、ラッシング61回、レシーブ21回、リターン2回で合計84回を記録した。ウォーカーはオフェンスで1万ヤード獲得し、リターンで5000ヤードを獲得した唯一の選手である。また、通算60タッチダウン以上で、ランパスでそれぞれ20回以上記録しているのは彼以外には5人しかいない。他は、 ジム・ブラウン、レニー・ムーア、マーカス・アレン、マーシャル・ホーク、サーマン・トーマス。陸上競技でも100メートルを10秒22で走り、オリンピックの400メートルリレーの代表候補にもなったほどのオーカーは、その脚力を生かし1992年のアルベル・ビル・オリンピックに、二人のリボブスレのメリカ代表として出場。結果は7位であった。テコンドーの黒帯所持者で、 段位は5段である。2009年9月にアメリカ合衆国の総合格闘技団体ストライクホストの間で試合出場契約を交わし、その後はカリフォルニア州サンノゼのアメリカンキックボクシングアカデミーに所属し、集中的なトレーニングを行った。2010年1月30日、フロリダ州サンライズで行われたで47歳にして、 プロ総合格闘技に初挑戦。キャリア2戦のグレッグ・ナージと対戦し、3ラウンドにパウンドによる TKO 勝利を収めた。ストライクホスの CEO であるスコット・コーカーは、ウォーカーはこの試合の賞金をチャリティに寄付することを約束したと語っている。2011年1月29日、およそ1年ぶりの2戦目となったで、スコット・カーソンと対戦し、カーソンが、 グラウンド状態から立ち上がろうとしたところにパンチを入れて k o 勝ちを収めた。1999年にスポーツイラストレーテッド氏が選出した NCA フットボールオールセンチュリーチームに選出された。同じ年にはカレッジフットボールの殿堂入りを果たした。また、FOX スポーツネットのスポーツリストでは、 歴代大学フットボールの最優秀ランニングバックに選ばれ、2008年には ESPN は大学フットボールの偉大な25選手の3位にウォーカーを選出し、現在は調理済みの軽肉料理と前菜をレストランなどに卸す会社を経営しており、利益は事前団体に寄付している一方で、学校などでの講演活動も行っている。2008年1月、 多重人格障害に悩まされていたことを告白した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。